パワードバイタムラビルズ。パワードバイタムラビルズ。マスタエリナ LFB レディオ。LFB レディオ。ライフ応援委員会。皆様こんにちは、マスタエリナです。田村義行です。アシスタントの岡野裕太です。パワードバイタムラビルズ。マスタエリナ LFB レディオ。ライフ応援委員会。この番組は毎回住宅からファッション、SDGs などライフに関わるゲストを迎え、田村ビルズが展開するライフファンボックス、人生を応援する住宅のようにリスナーの素敵なライフを応援する番組です。田村さん、岡野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今週のゲストをお呼びしましょう。ゲストはインテリアコーディネーターの新井志麻さんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。新井志麻さんは戸建て住宅やマンションのインテリアコーディネート、リノベーションを数多く手掛けるエキスパート、大学非常勤講師、インテリアスクール、企業セミナーの講師を務めながら NHK の朝の情報番組など多数のメディア出演もされていらっしゃいます。そして著書の今あるもので垢抜けた部屋になれば累計発行部数4万部を超えています。マスタエリナ LFB レディオライフ応援委員会、この後新井さんの活動に迫ります。オールリビング、田村ビルズグループの提供でお送りします。パワードバイ田村ビルズ。マスタエリナ LFB レディオライフ応援委員会。今週のゲストはインテリアコーディネーターの新井志麻さんです。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。田村さんは仕事柄インテリアコーディネーターの方と接する機会もあると思うんですけれども、いかがですか？はい、今日は何て言いますか、こう家庭でできる簡単なというか、はい、お手軽プチ、インテリアなんかセンスアップみたいな、そういうのを少し、小ネタを聞かせていただければ、聞いてらっしゃる方も嬉しいかなと思ってます。そうですね、はい、で実際田村ビルズさんはそういったインテリアデザインみたいなコーディネートもされた上で販売されたりすることもあるんですか？そうですね、ただまあ外部の、コーディネーターの方に、お願いをしてとかいう形が多いですかね。なるほど、はい、じゃあやっぱりこうご縁の深い方ということで今回は、ね、はいはい、よろしくお願いいたします。私自身も、はい、インテリア迷子になっておりますが本当に、はい、数年前に引っ越したんですけど、はい、引っ越しを機に素敵な家に住もうって思ったのに今日ちょっと、はい、いろいろと相談に乗っていただけたらと思います、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、いたします。さあ、ということで今回はまずは新井さんの活動についていろいろとお伺いしたいんですが、はい、新井さんの現在の活動を教えていただけますか？はい、私は横浜でフリーランスでインテリアコーディネーターをしておりまして、はい、もうかれこれ20数年に、うん、はい、なります。で基本的には直接お客様から、ホームページやブログを介しまして、うん、直接ご依頼をいただいて、新築のマンションのインテリアコーディネート、うん、それから戸建て住宅の新築のコーディネートもしますし、あとはやっぱ最近非常にリノベーションリフォームも増えてきまして、うん、そちらも工事も含めて OK をして、全体 そのインテリアをトータルでコーディネートするというのが主なお仕事になっております。でその他、先ほどご紹介いただくださったんですけれども、うん、例えばスクールとか大学で その非常勤講師の講師業だったり、あとはインテリアに関するメディアの出演ということで、結構さまざまなインテリアに関するお仕事をさせていただいております。はい、お話も本当に上手で、ありがたいです、はい、さあ、というわけでインテリアコーディネーターにまずなろうと思ったきっかけなんですけれども、はい、これはそうですね、もともとも全然大学は全くインテリア建築とは関係のない学部から卒業しまして、はい、でたまたま設計事務所に入ったんですけど、私は事務職で入って、はい、役員 の秘書室というところですね、役員秘書 の仕事をしておりました。で、やっぱりすごく楽しく仕事したんですけれども、なんかこの先自分が、30歳40歳、さらに50歳になった時に何かずっと続けていける仕事が何かないかなとこう考えた時に、たまたま
たまやっぱりもともとその模様替えをしたりするインテリアが好きだったこともありますし、それから入ったその設計事務所で環境的にこう建築とかインテリアを見る機会があって、あ、インテリアって面白いっていうことで、まあ当時いろいろ調べた時にインテリアコーディネーターっていう仕事があるんだっていうことを知りまして、でさらにいろいろ調べると、たまたまその勤務していた会社から近いところにそのインテリアスクールがあったので、じゃあ行ってみようということで、まあその OL をしながら、あの夜そのインテリアスクールに通うという形で、まあ2年間そこでスクールに通うというところが一つのきっかけになりました。はい、でもなんかインテリアというのはやっぱりこう、うん、テクニックもかもしれないですけど、はい、センスっていうのもすごく大事なんじゃないかと思うんですけれども、うんうん、その辺でやっぱり昔からこう、はい、ご自身のお部屋とかは飾ったりするのお好きだったんですか？はい、でも好きでしたけど本当にね、うん、よく分からずにやっぱりやっていたので、なんで今これ買っちゃったんだろうっていう思うこととかもやっぱりその当時はいろいろあったんですけれども、やっぱりその、まあ、本のお話もありましたけれども、まあ、もちろんセンスも大事ですけれども、そこからこうどうやってやっていくかっていうところには、初めにこう理論というか、まあ、ある程度のこういうまあ法則みたいなものもあるので、まあ、そういうのやっぱりこう学ぶことで、あのそこからまあご自分でまたこうオリジナリティが出せていけると思うので、逆に多分センスはね、後からこう自分でいろんなものを見たりするとまた、うん、あのプラスしていける部分もあるのかなと思います。はい、あの、まあ、そして OL をしながら学校に通われていた、はい、ということなんですけれども、そこからフリーランスになられたきっかけというのは、うん、はい、なんかそのクラスメートは皆さんすぐ転職をされて、うん、それこそ住宅メーカーさんとかリフォームの会社とかに、うん、はい、あの入られていて、うん、すごい私も焦って、あ、もう早くなんか転職しなきゃって言って、うん、あの動いたんですけれども、まあ、たまたまやっぱりその元々いたその秘書の仕事をしていたので、うん、なんかこうすぐにはあの上司に相談をすると、ちょっとすぐにはちょっと今辞められちゃってもって話もありまして、で、あ、じゃあとりあえずはまずは残ろうってことで、その元々の会社に残ったんですが、なんかせっかくやっぱ2年間あの一生懸命勉強してきたので、なんかこれを続けていかないとプツッと切れちゃうなっていうところで、まずは本当に友人知人にあの声掛けをして、まあ私こういう形でそのインテリアの勉強したので、何か役に立てると思うから何でもいいから行ってっていうところからのスタートっていうところで、あのまあ結局どこにも属さずに私は初めからフリーでのスタートだったので、ちょっとまああの普通のいわゆるインテリアコーディネートの方とはちょっと違う部分はあると思いますけれども、まあ、そんな感じからのスタートでした。はい、でもなんかこう大学卒業してこう OL さんとして働かれてて、はい、でそこからまた自分で切り開いてこの今の姿があるというのは、なんかすごくなん励みになるというか、はいね、なんかいつからでも始められるんだなというか、そうですね、素敵です。はい、さ、そしてあの今いろんなコーディネートされていますけれども、はい、うん、あの得意なジャンルとかありますか？はい、そうですね、まあ、結構例えばすごいエレガントがあの得意な方とか、うん、すごいこう、まあ、モダンがあの得意な方っていらっしゃると思うんですけど、うん、私は結構そういう意味ではなんかオールジャンルというか、どんなイメージでも結構 OK をしていて、うん、簡単にだから言えばそれを見てなんか、あ、どういうイメージでも私たちのその、あの考えてることが形にしていただけるってことでお問い合わせいただくことが多いと思うので、うん、結構オールジャンルかもしれません。ただなんかオーダー家具とか、うん、そのキッチンとかのデザインまでさせていただいているので、うん、こうただ家具とか照明を選ぶだけではなくって、まあ、トータルでそのコーディネートをするっていうところが、まあ、得意というか、はい、あの自分自身ではそこの部分がやっぱり売りかなというふうに思っております。パワードバイタムラビルズ、パワードバイタムラビルズ、マスタイリナ、LFB レディオ、ライフ応援委員会。顧客の方というかは、うん、もうこういう家が作りたいんですっていう方もいれば、うん、どうしていいか分かんないみたいな状態で来る方もいると思うんですけれども、ね、はいはい、具体的にどんな形で、うん、その頭の中に漠然とあるお客さんのイメージを形にしていくんですか？うん、はい、そうですね、やっぱり一番初めにまずヒアリングって形でお打ち合わせを本当に初めましてからお会いをするので、うん、なんかお互いすごい緊張もしているので、うん、いきなりやっぱりこうどんなインテリアにしましょうかとか、うん、どんな色が好きですかって言ってもなかなかこうお客様って言葉でこう言語化するのが難しいので、あの初めにやっぱりいろんなことを聞くようにしています。だからまあご趣味のこととか今興味があることから始まって、なんか平日とか休日どんな風に過ごされてるかとか、あとは例えば本当にお家の中で何をしてる時が一番幸せを感じますかっていうのを必ず聞いてるんですけれども、なんかそういうことからこうだんだんこうほぐれていって、まずはそのお客様の全体のこうバックグラウンドというか、なんかライフスタイル全般を聞いていってから、この革新というか、じゃあどういうインテリアにしていこうか、どんな風に暮らしたいのかっていうところをまず掘り下げていくっ
で、そこから大体私は2週間から30間間のお時間いただいて、まあ、要はプレゼンテーション、まあ、ご予算とかいろんなイメージとか固めてするんですけれども、必ずやっぱり資料もいわゆるパーススケッチといってこう手書きで全体のこう部屋のイメージがつかめるようなものを必ず書くんですけれども、そういうのもお見せしながらで、なんかお客さんがポワーっとこうなんか全体にちょっとこう曖昧だったところがこうやっぱり形でこう 3D になったものでやっぱりお見せするとすごく分かりやすいと思うので、それはすごくやっぱり心がけています。はい、タムラビルズがこう手掛けている物件とかではこんなイメージのリクエストが多いみたいなのはあるんですか？その今新築もそうですし、まあ、中古住宅もそうですけれども、もう物件というか建物自体がもうすでにあるので、うん、いわゆる注文住宅とか一から作るというよりはあるものっていうことが多いんですね。はい、なんでもうすでにその内装、壁紙の色とか床の色とか、例えばキッチンの色とかもう決まってますから、これに合う家具はどういうものですかねって聞かれることはあるかもしれないです。なるほど。はい、もう建物はありきでこの中に合わせるのであればっていうような、そういうご相談もあるんですか？もちろんあります。でも反対に新築はやっぱ難しいですよね。その部分はね、もともとのところからのスタートはありますけれども、ちなみになんか今のこう流行りみたいなものっていうのはあるんですか？インテリアって。そうですね、なんか今でも本当に多岐にわたってますよね。ちょっと前だとね、なんかこう男前インテリアとか結構こういわゆる分かりやすい感じのものがあったんですけれども、結構皆さん今すごくやっぱりこう多岐にはなっているので、トレンドというところがこう読みにくい部分もあるんですけれども、まあでも全体的にやっぱりこうお客様の方をいろいろのを聞いていると、結構グレイッシュというかこうグレーがかったちょっとこうニュアンスカラーというか、なんかパキッとなんか黒とか茶色ってなくって、ちょっとグレイッシュなこう品のいいような、今日本当にまさに聞いてらっしゃるみたいな私の言うことですけど、はい、なんかそういうニュアンス的なカラーがすごくトレンドとしてあるので、まあ、それこそ建具とかフローリングもそうですし、そういうのをこうベースにしながらなんかこうモダンに品よくまとめたいっていう方はすごく多いなと思います。やっぱ圧倒的にやっぱりインスタグラムとかピンタレストとかの海外の本当にインテリアを参考にされる方が多いので、もうやっぱそうですよね、こう皆さんこういう風にしたいんですってこうスマホで、あ、これは海外の方のお家ですねっていうところからのスタートが多いので、結構そういうのやっぱ皆さんよく本当にご自分でも調べてらっしゃる方が多くて、まあちょっとグレイッシュのそういう品のいい海外インテリアみたいな感じのものがやっぱり多いのかなという風に思います。はい、パワードバイタムラビルズ、マスタエリナ、LFB レディオ、ライフ応援委員会。私は憧れはいろいろあるんですけど、はい、やっぱり子供がちっちゃかったりとかして、諦める部分みたいなのも多かったりして、観葉植物を置きたいなって思うけど、絶対土掘り起こすよなって思ったりとか、ありますよね。はい、でもう極めつけは今ちょっとオンエア的にはもう3月に入ってるんですけど、はい、もうリビングの一番目立つところにこたつ置いちゃってるっていう。なるほど、はい、まあ、冬ですしね、いいですよね。はい、やっぱりこうしたいって思う面と、なんかやっぱりあったかくね過ごしたいとか、なんか現実的なこの子供たちがぬくぬく過ごす場所を作りたいみたいなところでこうどんどん理想を捨てていって、もう取り留めのないになっているっていう感じなんですけど、はい、でもその前もなんかこう装飾が少ないというか、すごくどうしてもいつも片付いててもシンプルになりすぎちゃって、はい、おしゃれさを感じない、すっきりとした家だねっていうだけになってしまったりとか、して、なんかこうワンポイントおしゃれに見えるコツってないのかなって、そうですよね、思ったりするんですけど、なかなかやっぱり大きく例えば家具を買い替えるとかって難しいと思うので、まあ、ポイントで言うと例えばクッションだったりとか、ラグだったりとか、そう小さい、まあ、面積のもので、季節によってとか気分によって変えることもできますし、結構一番大きいのはやっぱり一面だけでもこう壁紙、はいはい、壁にちょっと色が入るとか、今それこそ普通 の, 壁紙の上からこう貼って剥がせる、はい、のりで貼れる壁紙とかもあるので、なんかそういうのをちょっと一面入れたりするだけでもちょっと全然一気に雰囲気が変わるので、なんか白のその壁紙よりも、やっぱり雰囲気を変えたい時には結構壁紙を変えるのは模様替えでは結構おすすめはしてますね。なんかもう壁紙をいっぱいサンプルをもらうと
もう思考の迷路に入ってしまったりとかして、ね、本当にこれが合うのかとかね、そうなんですよね、皆さんとなりますよね。でまたこの小さい紙で見て、うん、貼ってみたら印象が違ったりとか、はい、前面になったらするので、もうあのこう私みたいな自分のセンスに自信がないタイプの人間にこれなら間違いないっていう色とかってあったりしますか、うんうん、とりあえずこれにしたらおしゃれに見えるよみたいな、うん、まあ、その例えば日の入り具合とか例えばね、あのブルーが好きだからってブルーにしたけど、はいはい、北側ですごい寒くて冬はやっぱりより寒く見えてしまうっていうのはやっぱりそこはちょっとデメリットになってしまうので、色で言うといわゆるこの中間色と言われる、まあ、例えば淡いあのグリーンだったりとか、うん、その淡い結構パープルだったりとかっていうのにすると、なんかその寒暖差がなく、特にグリーンだと何の色が入ってきても、だからお子さんのおもちゃの色が入ってきても、はいはい、ちょっとしたその柔らかな色が入ってきても、うん、あの合うので、そういう意味では結構グリーンは一番おすすめかなと思います。嬉しい、私子供部屋だけグリーン、淡いグリーンにしたんですよ。本当ですか？そうなんですよ。それでも大正解です。だからそれは確かに白い家具でも、うん、木の家具でも、うん、はい、あとカラフルな子供のおもちゃでも、ね、合いますよね。合いますね。でやっぱり一面に本当に色が入ってるだけで、うん、一気にちょっとそれこそ海外っぽいというか、うん、あのイメージができると思うので、グリーンは結構おすすめかもしれないですね。それリビングにやっちゃってもいいんですか？あ、全然全然もう、うん、はいと思います。広い面なのか、こう細かい面なのかというか、窓とかがある面がいいのか、あ、どうでしょうね。そこはまたお家にもよりますけれども、まあ で、ね、まあ、でもなるべくだったら窓がない、このちゃんとこう一面に壁があると本当はそこが一番装飾としてはしやすいので、でも最近結構マンションとかだとね、結構窓面がすごく大きくて意外と壁がないお宅とかも多いので、なんかそういう風にしたいってお客様に言われるんですけど、壁がないなっていう時もやっぱりあるんですが、なるべくだったら小さいスペースでもちゃんとしたその 面で見せれる壁があると、なんかそこにちょっとやっぱ色が入ってで絵を飾るとか、うん、何かその前に何ちょっと装飾をするだけでも雰囲気は変わるかなと思いますね、うん、なるほど、はい、ちなみに田村社長と岡野さんのご自宅というのはどんなテーマというかどんな雰囲気なんでしょうか？ため息が白と木ね、うん、はい、でも無垢ぐらいのなんか、うん、ああいいですね、うん、と白だけ2色しかないですね、薪ストーブ、薪ストーブあるんですか？あの15年間で3回しか使ってないものすごい非難されてますか？薪ストーブと無垢とあの土間の印象です。あ、はい、なるほど、めちゃめちゃおしゃれな家ですね。もうあの話はいい。岡野家は普通に、はい、クロスの色とか松田さんおっしゃいましたけど、うん、カタログこんな中で大量にある中で選べないですし、貼ってからやっぱ面積が広くなったり、荒井さんおっしゃったように光の加減とかで全然変わるので、あの自分は自分の家をあのうち の、 あの設計担当に丸投げして、もう全部選んでって言って決めてもらいました。あ、じゃあプロがお願いして、はい、もう自分でただでさえ優柔不断ですから、もうお願いしてやってもらいました、ね、なんかやっぱりこう素人が選ぶと、うん、一つ一つの選んでるものは素敵なのに、それが合わさるとおしゃれじゃなくなるとか、はい、なんか統一感がなくなったりとかしてしまうことも多いんですけれど、うん、そういうのをちょっとどうやったら統一感が出たりするんですかね。なんかやっぱりこう住宅を考えていくと、じゃあまず床を決めて、うん、次キッチンとかなっていくと、今おっしゃったみたいにこう単体でこう考えていくとなってしまうんですけど、うん、初めにやっぱりまずは一旦全体像というか、こういう風にしようがやっぱり初めに目標を決めてから、じゃあ床材はこの色だよねとか、うん、キッチンはこの面材がいいよねっていう風にやっぱりやっていくのが理想かなとやっぱり思うので、うん、そういう意味ではだからお家をこう考えるときに、まずそのトータルのその、まあ、目標というか、こういう風にしようっていうのをたくさん、それこそグラフィアでもいいし画像でもいいんですけれども、たくさんまず集めて、で何枚か多分集めるとお客様もそうなんですけど、共通項が、あ、こういうやっぱりイメージなんだな、とこんな色が好きなんだなとか見えてくるので、そこからこう探ってはご家族で話し合いをされて、でここに到達するためにじゃあ床材どうしようっていう風に考えていくっていうのがやっぱり一番かなと思いますよね。ゴールを先に決めてからというか、そうなんです。なかなかでもそのゴールがなかなかやっぱりね見えにくい部分があると思うので、まあ、そういう意味でやっぱ
ぱプロが入るところのまあ意味というか、あの私たちが入る意味なのかな、初めにやっぱりゴールをご一緒にこれでいこうってことを決めてからその逆算していくので、そこはやっぱり大事かなと思いますよね。でもちょっと本当に一昔前までは建築の本って言ったらもう世界中の豪邸とか、なんか素敵すぎるお家ばっかり載ってたりとか、まあ、なんかそういうのが今はもう本当にインターネットでも、そうですね、本当に SNS で簡単にいっぱいいろんな事例が出てくるから、すごくこう参考になるものは多いですよね。はい、だから皆さんすごい本当にお客様とかも、まあ、やっぱり30代40代の方がやっぱり私のお客様も多いんですけれども、すごい皆さん調べてらっしゃる、逆になんかでも情報がありすぎて、こと逆にどうすればいいかがわからないって方も多いなと思うんですけれども、まあ、いろんなものが見れるという意味ではね、本当に全然今ガラリと変わってますよね。ちなみにこの番組は山口県で放送している番組で、はいはい、しかも私も広島県在住なんですけれど、そうなんですか、新井さんにこうやっていただくことっていうのは、はい、そういう地方に住んでらっしゃる方でも大丈夫なんですか？もちろんです。もちろん交通費はいただきますけど、私も結構地方の方、それこそ、金沢の方とか大阪の方とか、今まさに大阪もリノベーションやってますけれども、やさせてお話しいただいているので、ぜひリモートでこうある程度打ち合わせをしたりとか、そういうこともできるんですか？でも直接やっぱり基本、初めは多分お会いして、その後多分リモートでもやらせていただいて、最後納品はもちろん伺うとか、まあ、現場を見に行くという形で進めてます。はい、そうなんですね。はい、ちなみにこう新築の場合とリノベーションとかリフォームとか、まあ、いろんな形でこう住宅を見直すきっかけっていうのはあると思うんですけど、それぞれでこう提案する内容とかは変わってくるんですか、そこで？あ、なるほど。まあ、やっぱり新築の場合は先ほどね、お話ししたみたいにやっぱり初めのところからスタートができるので、初めから考えられるんですけど、やっぱりリノベーション、まあ、リフォームリノベーションは今のその、まあ、空間をどう生かすかってところをまず考えるので、ちょっと一回まずその入ってくるアプローチがちょっと違ってくるっていうところと、あとリフォームとかだとやっぱり不満点ですよね、ここが使いづらいとか、本当はこんな風に暮らしたいっていうのがあるので、そこがどう改善できればいいのかっていうところも入ってくるので、なんかちょっとそのお客様とのお話の仕方とか進め方っていうところはやっぱり違う部分はあるかなと思います。新しいとね、何でも初めからもうできるんですけど、やっぱりリフォームだとできない部分が出てくるので、そこの部分が結構大変な部分があるかなと思いますよね。でも新井さんなら全てでも結構、ね、リフォームとかもされ、はい、なんか開けてびっくりもありますよね、図面と違ってこんなところに柱があったのとか、結構青ざめることは結構多いんですけど、えっていうところが多いんですけれども、なんか、まあ、それがでも逆にそのビフォーアフターがやっぱりお客様のその喜びというところでは、こんなに変わるんだっていうところがあるので、その楽しさももちろんあるかなと思います。パワードバイタムラビルズ、増田恵里奈、 LFB レディオ、ライフ応援委員会。お仕事をする上で心がけていることというのはどんなことでしょうか？はい、心がけていること、そうですね。なんか先ほどの話にもあるんですけど、やっぱりインテリアの仕事だと、そのインテリアのことだけが分かっていればいいっていうわけではなくて、なんかいろんなやっぱりお話をしながら、こうお客様のその何を求めるかっていうところをこう掘り下げていくっていうところでは、なんかちょっとこうカウンセラーじゃないですけど、こういかにお客様に寄り添えるかがすごく大事になってくるので、なんかやっぱり初めにお互い緊張はもちろんしてるんですけれども、なんかできるだけなんでしょう、こうオープンマインドじゃないですけど、私ももうなんか変にこうなんでしょう、かっこつけないで、まあ自分はこうに思いますとか、私はこういうふうにしてますよとかっていうのも含めて、なんかオープンマインドでいることが、なんかお客様もそうだし、その職人さんとか業者さんとかいろんな方が関わるので、そういう方たちとお話をする時もなんかそれがすごく大事だなと思うので、そこはすごくちょっとなんかかしこまらずにというか、心がけるようにはしてます。はい、いろいろお話伺いましたが、田村社長、はい、どうですか今日このインテリアというテーマですけれども、ね、まあ、素人でこうセンスのいい方が、なんかできちゃうだろう的な、感じをなんかよく出されるんですけども、全然そんなことはなくて、ちゃんと先ほど冒頭に言われたように、理論を、学ばれる、インテリアのこの理論を学ばれるってとても僕やっぱり大事だなと思う、まあ、その後そのいろんな経験値を、はい、持ってそれをセンスを磨かれるというパターン、がやっぱインテリアコーディネーターの方々と話してて、素人の延長線とやっぱ
似てるようで全然なんか違うというか、うん、ちゃんとやっぱり学ばれてるのすごく感じることはやっぱありますね、うん、はい、やっぱさすがやっぱ、しっかり理論の上にこうなんかセンスを磨かれてるっていうのが、うん、インターネットコーディネートの方々と話してよく感じることです、うん、はい、嬉しいです、はい、ただまあインテリアコーディネーターの方に頼めたらもちろんいいんですけれども、うん、そうもいかないという方もいらっしゃると思うので、はい、まあ、うん、そんな中で新井さんのこの今あるもので垢抜けた部屋になるという著書もありますが、はい、まあ、自分の力でも部屋を垢抜けさせることができるということで、はい、もうこれもすごく気になっているので、うん、ぜひ来週ちょっとこれに関して詳しく聞かせていただけたらと思います、はい、さあそれではここで一曲お聴きください。新井さん、リクエスト曲をお願いします。あ、はい、BTS のベストオブミーです、うん、はい、これを選ばれた理由というのはBTS が大好きなのでもうそれだけです、はい、そうですね、誰推しとかあるんですか。あ、私ジミンちゃんが好きなので、はい、すいません、よろしくお願いいたします。ちょっとかけて、はい、お願いします。で改めて曲紹介お願いします。あ、はい、 BTS でベストオブミー。最後に新井さんからお知らせがありましたらよろしくお願いします。はい、新井姉妹で検索いただくと、まあ、ホームページあとは、インスタ等もしておりますので、結構まあ事例もアップしたりとか、あと現場での様子とかお客様 の、 そのプレゼンとかも許可をいただいてアップをしているので、まあ、ぜひご興味がありましたら、はい、ご覧いただければ嬉しいなと思います。ありがとうございます。また番組からのお知らせです。岡野さん、お願いします。はい、田村ビルズグループ新築アパートを手掛ける LFB アパートメントからのお知らせです、来週ですね、3月25、26の2日間、山口市の平井、山口市の下市という場所で新築アパート LFB アパートメントの完成見学会を開催します。毎回30組以上がお越しくださるこの見学会、山口市では、初開催となっております。アパート投資をお考えの方、 LFB アパートメントに住んでみたいという方、とりあえず見てみたいという方、お気軽にお越しください。詳細は LFB アパートメントのホームページをご確認いただければと思います。よろしくお願いします、はい、岡野さん、ありがとうございました。さてそろそろお別れの時間です。新井さんには来週もお付き合いいただきます。この時間のお相手は増田恵里奈と田村義行がお送りしました。岡野さんもありがとうございました。ありがとうございます。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。オールリビング、田村ビルズグループの提供でお送りしました。